んにちは。大きなドラマチックフラワーアレンジメント教室ブーケットパフュームの相澤智美です。本日は皆さんにこちらのフェスタローズという、ダリアをご紹介したいと思います。こちらのフェスタローズは、正面がこちらですね。で、後ろを見てもこのような形、花びらがまるで反り返っているような、形をしている。全体的にね、花が花びらで覆われているというとてもね可愛らしい、咲き方のお花なんですけども、このようにね丸く咲く、ダリアのことをポンポン咲きと言います。色なんですけども、中心は淡いオレンジ色をしてまして、だんだんとこう外側に向かうに従って、ちょっとこう青みをかけてような、パープルピンクのような、色をしています。とてもねこのグラデーションが綺麗で、今回この、ダリアを選んだわけなんですけども、ちょっとねこう神秘的な雰囲気のする、変わった色の、ピンクなんですけども、なんかこうちょっとこう雰囲気のあるダリアだなと思いました。で、色を合わせる時というのは、こう色同士をつなげていくといいんですね。ですので、この周りのこう青みのかかった花びらに合わせて、こんな感じのね、はい、千日紅なんですけども、青みの強いピンクの、お花と合わせてみたりですとか、あと中心の淡いオレンジ色に合わせて、このようなね淡いオレンジ系のお花なんかと合わせても非常に合いますね。こちらと合わせた時と、こちらで合わせた時のこのダリアの、雰囲気というのもちょっとこう変わってくるなというふうに見てて思いました。そして、ダリアというお花は他のお花に比べて、どちらかというと花持ちが良くないお花なんですね。ですので、その分しっかりと、お水をあげてあげることが大事になります。ダリアはこのようにして新聞紙でくるんであげて、そして地上げをしてあげます。地上げをするとをしますと、中から、空気が押し出されて、そして代わりに、水が吸えるというような形になりますので、この茎の中からブクブクと出てくる泡がなくなりましたら、湯揚げが終わったサインになります。しっかり湯揚げができましたら、お水の入った花瓶の中に入れてあげてください。これから涼しくなりますとダリアの日持ちも良くなりますので、ぜひ秋のフラワーアレンジメントにお使いになってみてください。それではありがとうございました。Thank you.